さあでは行きましょうか。続きまたこれが黄金伝説の幕開けと、はい、滝でその秘密は氷壁にあり、ノーマは鍵なり、はい、氷壁は氷壁中毒のことじゃないかと思ったってことねと、はい、ノマは鍵なり、これがよくわかんないんだよね。ノマって伝説の海賊集のことよね。隠したのがノマ海賊なんだから、改めて言うようなことでもない気が。ノマね、水晶を出してみて、はいはい、ノマノトマを近づけると、あーこれやね、ノマやね。はあ、じゃあこの同時水晶が黄金街道を開く鍵になる。うん、氷壁集落にあれをはめ込むような場所があるってことなのかな。まあまた新しいダンジョンってことですけどね。まあまずは一回帰ってきたので、久々やんけ、なんか久々やんけマジで疲れた疲れましたね。いや疲れましたよ。まあ白紙も手に入ったし、よしとしようかね。罠、これ罠売れんのかな、罠って売れんのこれ、罠って高いの、罠安いわ。一応じゃあ蔵に全部また入れて、よし、でさあちょっと問題のお金ですよね。15万きた、15万、根性を立て、11万7000、たっけマジ、新しいドライバーぐらいすんでこれ、めっちゃ高いよこれ、もうどんな値段してんねんこれ、もうむちゃくちゃやな。いやけど買う？両方は買えへんよ。ちょムカつくわー、ムカつきますねー、うまいごしとぎょるわー。どうなんどうなん、どれ欲しいの、買えるのは買えるっすからね。悩むな、両方買おうと思ったら19万、もう20万いるわ、20万仕事しゃ高い。でも根性の盾を買えば、まあその次泥棒とかでまた金稼ぐことはまあできる、そのそれを出しに使って打って買って打って買って打って泥棒して打って泥棒してっていうね、それはまあできますね。悩むね。刀43強かったじゃないですか。刀かな？ヤマンバ包丁にさ、この刀合成したいね、夢やわ。くそ、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってくださいよ。あの刀は素材として使ってもいいやんか、めでたい熊手に刀ぶち込んだろうが、どう、合成の壺が買える状況やったらね、いいんですけど、つらみよ、私はつらみです。
津波があります。あ、ちょっと待って待って待って、いろいろちょっと待って、うん、いやもう行きたいですよ僕は。もう一回行きたいんですよ。あっちが正当なルート、その要はシナリオのね正当なルートやと僕は思うんですね。いやどうしたらいいのよマジで。刀買うわ、刀これ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 個入ってんすよね。山坊主は 1,2,3,4,5,6,7,8,9 個空きがあるんですよね。いやもうこうやで、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、ほんま待ってください。あのね、盾弱いやん、盾にしとけやって、めっちゃ僕の頭の中の声がいいよんだよ、大丈夫かよと、盾に決まってるやろと。立てなかったらなんともならんぞと。惜しかった、惜しかった、立て勝った、運命の再会やって、いやー勝っちゃった、勝っちゃった、今度の立て、ははは、根性盾買っちゃったよ。熊手で行くしかないよ、もうこれで。よし。よし。いや、ええやんね。いい選択と思うで。そう思います僕は。なんで、よし、幸せをここに持ってきてるはず、いいと思いますよ、根性 OK、 準備はできたぞー。これもいらんねんけどね、素材系ですよねこれね、素材系と思って置いて持ってきてんのよね。まあまあマゼルンがおるかどうかもわからないから何とも言えないですけど、いや僕はねもう行こうと思ってるんですね。バグをビビってたらいけないから、いつまでもいけないから、もう行こうと思ってて、もう一回行こうと思ってて、よし行こう。ドキドキするけど
どーんと濃いですね。よし、行きます。なでなで。ゲイズっ子、ゲイズっ子。許されざるこの砂丘へ。まあもう一回なくしたとしてもまた11万払えばいいんでしょ。じゃあ行くぞ。集中というか今回白紙持ってきたんで印象台はまだ読まずに、最悪階段が見つからない場合は大部屋使ってみますわ。大部屋使ってみる戦略でいこう。そいやそいやそいやさ、デブータの石を Y にセットかかっていけ。これ、これ太るやつやったっけ。太るやつ、そう太るわな。踏んでいこう。全然スルーしてたからいつもいつも。武器強いのでどんどんスムーズに進んでいきたいなと思ってます。必要になるまではとりあえず睡眠よけとかは置いとくな。やばい敵が来だしたら使う感じでいきます。やっぱり盾なんよ、安心できんのよ。やっぱ安心感がある、本当に。特製おにぎり、レアモンがいっぱいあったりとかそういうこともあんのかな。特製おにぎり来るね。さあどんどん識別していこう。腐ったおにぎりが祝福されている。まあまあおにぎりあってもいいんですけどね。また焼いてもらえばいいからね。ただ復活も今2枚ありますし、感電水いらんね。大胆に、結構大胆に行きたいなとは思ってる。大胆な大人でいたいなっていう。経験値は一歩歩くごとに入ってるから、ここで一気にレベル上げていくか。階段が見つからないなら落とし穴で落ちるとかね、罠し持ってきといて落とし穴回収するとかもありでしたね。よう考えたらそれで罪を回避できたらめっちゃかっこええよね。あよあれさ、よしレベル9出発。あっ行こうか。ここも仲間いてくれるんや。で、やっぱ、なんていうの？優しめのダンジョンですよね、基本は。お前、階段だけ見つけれてる、くれる？ちょっと今噛んだけど、階段を見つける能力みたいなの持ってない？そういう知り合いおらん？結局階段を持てっから、この世界は。この世界は階段なんよ、結局。階段を制す者が階段を制すから。
結局はな。お店もまあ適宜出てくるでしょうから、よし、どんどん行こう、どんどん行こう。もやってんな。まだまだ経験値入るぐらいやな。10レベル10超えたらもう幸せいらんかなって感じですけどね。困った時ね、階段がないっちゅうて、階段がないやん言うてね、それが一番困った時ですわ言うて言うてますけどもね。さあ何売る？なんやったら泥棒してもいいで、白紙2枚あるし。うさぎ1000円。でも大部屋はまずなんぼなん？一応確認しますか。大部屋の巻物は1000円のイメージが勝手にあるが、1000円の巻物ってあんまないっすよね。あれ大部屋やったら行くで。ほら大部屋1000円ですよね。水枯れか大部屋か罠か、水出し、銀剥がし、壺増大とかも1000円、博打も1000円。白紙も1000円、結構1000円多いな。復活、褐色、ペンギン、連撃刀、スパークソード、これは多分ですよね。メッキかいらん。よし、これ識別します。うさぎ、お部屋なし、感電、飛びつき、メッキ、水枯れ。メッキは両方入ってるから、とりあえず売ろう一回。よし、あ、デブタの石も売ってもた。何かを買うならどうしますかって感じですね。2がおる。安くて2、なんやこれ。2でありえること、その辺があんまり、まだこのゲームそこまでやってないから識別とか保存とか変化はないと思うねんな。でもめっちゃ安いですしね。ただの壺なのか、2やからね。ただの壺か、やり過ごしか、もしくは割れないとか、その辺かなですよね。識別保存とかの可能性あるけど、2のものはないと思うんですよね。440円、まあこれも安いわな。ゆくゆく識別の巻物取ってからでいいかな。5000円の、いちいちごめんなさいね、ちょっとずつ覚えていくから。こういうのは5000円ってちょっと変わってる。サビよけ、現状見たことあるのはサビよけぐらいですね。一応名前はつけておこうかなと思います。お、こんなんできんねや。5000円、だいたい値段つけとくんが楽でいいっすね。これもな、1800円、2なんよね。これもまたやり過ごしかなと思うけど、違う。
賢い識別。くぅ、まあ、復活はカットこうかな。現状あとね、呪いを解く方法がないので、こいつらを放置することになるっすね。ちょっと嫌やなと思ってる。まあいいか、行こうか。まだ冒険は始まったばかりよ。ダラ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 し、いいでしょ。どん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 識別はしていきたいと思いますので。腹減りの盾も入ってるので、軽いやつ入ってるので、おにぎりはもう全然気にせずいきます。もうほんまにいつもの通りあれで代用するぐらいの気持ち、復活で代用するぐらいの気持ちでいきます。おっしゃ、さあもう150到達した。早っ。太るはない。いね、褐色呪われ。70円かなんかでしたよね、褐色は。あ、セクシーな壺がやり過ごし。じゃあいよいよこれは、おう、倉庫か、倉庫か、どっかどっか行くやつか。倉庫行くかどっか行くやつだから、もう、いやまあでもこれはこれちょっと持っといた方がいいかも。最悪階段がなかった保険にこれにぶち込むっていうのは、いやもしかしたらもう完全になくなる可能性もあるんですよ。底抜けの壺っていうのがあるかもしれないんです。かもしれない、これはかもしれない。運転で言うと、やけど奇跡のね復活にかけるなら、これ確かにこの倉庫の壺を持っていくのが一番ある意味脱出方法としては理にかなってるかもしれないですね。オッケーオッケー。あ、ちょっと待ってごめんなさい。壺買っていこう。これもようわからん壺ですよね。壺の識別を進めておけば楽になるのがやっぱ早いと思いますので、入れてみます。はい、これでデコボコな壺をちょっとカーリーと書きまして、割れた。多分ただの壺やと思いますね。多分お祓いの可能性もあるか。呪われたやつ入れたらよかったのかな。お祓いの可能性もある。今パッと思ったけど、ちょっとぬるいですね。なかなかのぬるさですね、僕のプレイ。さすが下手くそ。はい、よし、とりあえず鉄鋼だけは一応持っていきます。まあ、今さら1はもうそんなにいらないですけど、まあでもその効能というか、もう分かりすぎるぐらい分かってますもんね。埋まってるね。じゃあどすこい。いや、
ドスコイ回収、ドスコイ回収モード。あ、来た、褐色の草や。褐色の草オン。音切り。竜サイトの腕は石、石は回収せずに行こうかな。デブータの石めちゃくちゃありますし。燃えてる燃えてる。あ、それは撃つんや。こんだけ賢かったコンピューターも、あれはだから敵の影としては認識してるけどみたいなことなのかな。影としては認識してるが、その敵の種類までは判別できていないということなのかもしれないですね。すごい掘りようですよ。三日月、それ聞かへんのよ。さっきマナでないの？聞かへんのよそれ。判別識別しないとね。さっさと識別しないとね。さくらドン。桜はドン、ドンは、まあ、魔導、魔導はあると思いますけども、とりあえずドンでしょう。マホガニ、まあ、土の塊をぶち込むやつ。よし、さあ行こう、どんどん行こう、張り切ってまいりましょう。ドスコイ溶けました。アイテム数は少ないな。まあ、お店あったら行くぐらいで、そんなも全部回らなくていいかなと思ってる。古めかし壺4、これは持っていきたいですね。まあまあまあ一応竜祭とかでいきますか。うわっ、ほら来たわ、倉庫の二択や。危ねえ、でも危ないけど、これでどっちかが倉庫はもう確定になるかなと思うので、まあ、ある意味良かったねですね。まあ、どっちに入れるかっていうのはもちろん識別できない状態だったらもう完全なる博打になりますけど、怖っ、ありえへんことよそんなことは。本来はそんなことあってはならないことなんですよ。あれ、マホガニー何でしたっけ。あれ、鈍足って言ってましたよね。識別したいな。まあでも白紙を使ってでも識別する価値はあると思いますね。その最終トンネルっすね。そらばっていうの少なくなるやろ。
誰か撃たれてるよ。見てあげて。お前それいつまでやんねん。よし、行きまーす。8階。びっくりした、デブ打った敵かと思ってぶん殴ろうとしてた。でっかいホールが開いたってさ、見えてるね、見えてるね。おい、この角度、熱狂のおにぎり祭り。熱狂のおにぎり祭り来てるよ。はい、どすこいどすこい。はい、どすこいどすこい。そいや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 。祭り終わった。すごいなこれ。なんなんすかねマジで。誰も理解してないな。倉庫の壺は倉庫の壺やったって。じゃあこれは多分底抜けや。一個しかない倉庫。すごい不安。ちょっと待ってください。めでたい熊ではでっかいに対しても攻撃が入るというのが売りなのよ。太郎がほんま。やったろがマジで。ほんまやろな。いったいった。そもそもデブータがいるからそんな心配いらないってか。すごっ。これは怖いっすね。天の恵み。胴たぬき。もういらんやろ。持っていこうとすんなもう。武器置いていこう。もう合成できるかも分からへんねんからね。もう皆さんにね見ていただいてるのに迷惑やこれは。OK いきまーす。9、店かな、店でしょうね。青い腕輪専門店。これ2500円の腕輪はちょっと試す価値あるかもな。なんかあんま高額のはないですけどね。2500円のやつは試す価値ありそうな気がしますよね。かこれ古めかし壺。昔やったらこれが底抜けやと仮に仮定したら、あれができたんですよ。泥棒。うわ、やっぱりな、なんか店の中は罠ができない仕様になっとるな。今作は ジルコンではないな。魔物の気配のやつを探してる。え、これジルコン？来た来た。これだけ買う。これ買う。これ僕買う。日の山置く。これでだいぶ安定する。力があと1個上がれば投資状態になれますからね。やっと、でもやっとなんか何時間かかったやろな。やっとここまで戻ってきたな。この状態やったのよ。まあまあ厳密に言うとまだ違いますよ。武器が
機がまだあれなんで違うんですけど、でもだいぶ戻ってきた本当に。なのね、お祓いね。よし来た、この仮に入れてみる。来い、よーっしゃ当たった。初めてですねお祓い。おはこれ使えるよ、これは使えます。困った時の巻物か、まあ、まあこれもお祓い代わりに置いといてもいいですけどね。ちょっとアイテムがパンパンにまたなったのよ。で、ま、ほんまに困った時に唱えるからな、覚えとけよ。これは15回。ちなみに僕がネットで調べた書き込みがあった方は12回とか、なんか 10でもその10回台やったと記憶しているので、やっぱそのあたりが一つ肝になるのかなって感じはします。階段がないエリア。あれ出ぶたは、出ぶたついてきてないよ。あんだけ一緒に行く言うて、うわ根性の盾や、そんなレアでもないねや。まあまあまあ、キラッと光ってる根性の盾って言われたら急にレアやと思いますけどね。お兄さん力の草欲しいよな。まあこれで気配察知得たら完璧なんやけどな。まなさぐりの棒ドスクイドスクイ。こっからですよ、この辺からがもう階段なかったら、で階段ない可能性があると思っといたらいいんやろね。もうあいつや、だからやっぱあいつが出おるエリア、アリ、アリが出おるエリア。うわ一撃で倒せへん、ピンポイントいかれた、保存の壺がいかれた。拍手は助かったけど、混乱とか入れてたやつや。ピンポイント来ましたね。まあええわ、どうせ全部なくなるぐらいの気持ちで言ってっからな、関係あらへん。どうせ階段見つからへんだったら全部なくなんねん。ただ太ってても一撃で倒せなかったっていうのがちょっと辛いなとは思うけど、こいつだけはマジで。喉詰めやがれ。武器がねやっぱ。お前、お前寝返ったなお前。いやめっちゃ怖いなマジで。よかった、もう階段がある嬉しみすごい、すさまじい階段がある喜びがすごいです、僕の中で。あの階段を指し示す導きか、導きの杖マジで欲しいですね。
別来た。今ちょうどないんですよね、識別したいもの。さっきまではめっちゃ壺とかあったんやけど。合成来ないっすかね、合成。保存でもいいぞ。重くて動かない。だいぶ右上の方にアイテム見えてるけど、僕はもう階段でいいかなとは思ってるっすね。パイン。吹き飛ばし。まあ分かれば分かるに越したことはないね。夏系しとければしとけるに越したことはないんですけど、めちゃくちゃもう土の中すぎる。まあ、鶴橋では絶対掘ってこれない領域。よっしゃ、壺来た。こんな時の識別換金か。まあ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 、ただのゴミ箱ですよね、言ったら。こういうことですよね。あとはボスがおる可能性あるから、枯渇と戦う可能性があるから、まあ爪爪でもいいような気がするけど、まあ負けないでしょう。分からんけどね、分からんけど、まあ負けんわ。現状でこれでなんか強すぎる、無理ですわみたいになる気がしないですね、全く。出発14。さあマジでもうこっからは階段が見つかるか見つからへんかの勝負だからね。あ、解いてくれんの。じゃあここまでお願いします。おお、渾身の一振り。プラゴエグ、やばいやばい。弾きよけって持ってないですよね。出るんや君。後ろに背太郎ってる状態がやばいの。いやもう階段やねん。よし、そうか、一時しのぎがあれば階段も判別できるってことやな。よし、よし、これはでかい、これはめちゃくちゃでかい。倉庫、何もいらないですよ今は。保険っていうことだけですけどね、気持ちは。めっちゃでかい。よーし、これで8個。最悪の事態を完全スルーできる。ダメ。あー、ゲイズは大丈夫です先生。ゲイズは大丈夫。弾きがやばい。さあ15階、問題の15階に到着いたしました。階段さえあれば僕は全然余裕できますからね。オッケー、来た。危ない、焦んな焦んな。手がよう動くわほんまに。渾身の15回クリアとなるでしょうか、それともまた跳ね返されるのか。よし、15回クリア。バッテリーも少なくなって、嬉しい。
当たり前のことがこんなに嬉しいことやったなんて、ほんまにロードやわこれ。なんでもないことがこんなに幸せやったなんてね。毒った。すぐにちょっと気配察知したいからすぐに戻します。掘ったあげく毒っていうのもどうかと思うよ。一番右上はもうちょっと無視で行こうかな。また復活か。いらないですけどね。何個復活なんか持ってたって、階段復活させてくれへんかったらすごいすごいな。もう階段ネタでこすらんとこ。とりあえずここはクリアできたわけやから、前回のトラウマを払拭して16回到着。ダンジョンの形式変わったから多分もう大丈夫でしょうと信じたい。はい、ということで次回ここから行きます。